さて今日は山沿いを中心に雪となりましたが、本格的な雪のシーズンの到来とともに必要となるのが除雪です。今日は除雪で気をつけるべきポイントについて大竹記者の解説です。はい、まずこちらは今年1月の南魚沼市の映像です。雪の降る山沿いなどでは雪を捨てることのできる側溝があり、住民がそれ除雪に利用していました。一方、普段それほど降らない新潟市などではこうした側溝は多くありません。そのためこのように道路上に雪を捨ててしまったことがある人もいるのではないでしょうか。はい、まあ、これ運転をしていると雪が降った日には、まあ、見る光景ではありますね。そうですよね、はい、しかし実はこうした雪を道路に捨てるという行為は法律違反に当たるんです。道路交通法では道路で交通の危険を生じさせる恐れなどがあると公安委員会が認めた行為はしてはいけないと定められています。そこで新潟県の公安委員会の取り決めを見てみると、道路に雪などを撒きまたは捨てること、つまりむやみやたらに雪を道路に捨てることを危険行為として禁止しているんです。また川に捨てることも河川法で禁止されています。でも状況によっては本当に捨てる場所がなくて困ってしまうというケースも出てきそうですよね。そうですよね。実際県警に話を聞いてみたところ、悪意を持ってやることは良くないが、やむを得ない場合があるのも事実で判断は難しい、ただ安全には気をつけてほしいと話しています。はい、ではどのようにして除雪を進めたらいいのか、注意点を専門家に聞きました。基本的には敷地内で支障のないところに寄せておいておくというのが基本的な考え方になります。除雪についてこう話すのは、雪害対策などに詳しい長岡技術科学大学の上村誠二教授です。すべて完全にきれいにしようと頑張らずに、敷地内の、まあ、しばらくならここは置いても問題ないなというところに積んでおいて、天気が良くなったら少し崩していく。一方、市街地などは雪を積む敷地のない建物も多くあります。幹線道路に関して言うと絶対に出してはいけません。ただ生活道路に関して言うと、その生活道路の沿道の皆さんがよくコミュニケーションを取っていただいて、一時的なんだけれども、例えばこちらの家の塀の前に置かせてもらおうかとか、支障のないところに一時的に置かせていただくというのは具体的な実効性のある対策だとは思います。視点を変えるとですね、これ災害なんですよね。いざという時にどう助け合うかっていうのを雪の問題を通じてみんなで話し合っていただくいい機会にしてもらえればいいと思います。はい、また上村教授は新型コロナウイルス下で普及したリモートワークを大雪の際に生かすと交通量が減り、結果的に行政の除雪が進むとも話していました。大雪は災害なんだという認識を持って地域一体となって除雪に取り組むことが求められます。